どうも、ハイチです。ちょっとまだ風邪っ引きで声がおかしくてね、申し訳ないんですが、そろそろ本命校ですね。特に高校受験の方、人生初受験の方ね、本命校がそろそろ始まると思います。まあ私立でも終わってしまった方もいると思うんですが、その方向けに少し、メッセージを言えたらなと思いますので、よかったら最後までねお付き合いください。では早速ね、話していきましょう。本当はね、ちゃんとした声で、喋れたらよかったんですけど、まあ、遅くなればなるほど終わってしまう子も増えてしまうと思ったんで、ちょっとね、急ぎで撮らせてもらってます。で、まあ、いろんな相談メールというか、まあ、不安でしょうがないっていうのはね、メールからすごい毎日伝わってきてて、で、まあ、動画撮ろうと思って今撮ってるんですけど、まあ、長くたらたら話してもしょうがないので、自分が伝えたいことを少しだけ言っていきます。で、まあ、受験当日まであと3週間ぐらいかな、まあ、時期間、まあ、違うかもしれないけど、でその中でやってってほしいことというか、こういうふうに意識して勉強してほしいっていうか、ちょっと思うことがあって、普段の勉強もそうなんですけど、勉強って自分の自信を失うためにやってるんじゃないんだよね。自分に自信をつけるために勉強をやってるものだ、やるものだと俺は思ってる。どういうことかっていうと、勉強していくとさ、できないことをたくさん見つかりますよね、当然。で、あれもできない、これもできないって。特に受験直前になってくると、それが焦りにつながっちゃう。で、あれもできない、これもできない、やっぱり私ダメじゃんって。俺ダメじゃん、やっぱ浮かんねえよ、こんなんじゃ。で、自信を失うために勉強してる子って実は多かったりします。特に高校受験だったりすると。でもそうじゃなくって、新しく、まあね、まあ、1時間、2時間わかんないけど、この勉強した時間の中で、新しくできるようになったことが必ずあるはずなの。で、それを確認していくことがやっぱり大事。この時間でこれができるようになった。これが新しくできるようになった。これを新しく覚えたんだ。その勉強を始める前の自分よりもこれだけ成長したんだっていうのを確認していってほしい。特に残りの受験まで。だから、まあ、何をやるかっていうのはみんなにね、もちろん任せるんですけど、新しいことをガツガツやっていっぱいいっぱい詰め込もうってするよりも、まあ、それも大事だけど、でも今までやったものを忘れてないかなっていう確認をしていく方がいいと思います。新しいことやっていくとさ、分かんないこといっぱい見つかって不安になっちゃうこともあるからさ、もちろんそれはね、気持ちのが耐えれるんだったら全然構わないんだけどかな。だから勉強っていうのはね、自信を失うためにやってるんじゃないの。自分を自信をつけるためにやってる。で、受験当日、問題用紙始めって言われて問題用紙を開いた瞬間に、よしやるぞって前向きな気持ちでちゃんと問題と向き合えるように、そうやってモチベーションを持ってってください。めくった瞬間に、あ、失敗したらどうしよう、嫌だなって思いながらやったら、やっぱりビクビクしながら解いたら、そうやって出ちゃうんだよね、それがね。やるしかないじゃんって、やってきたこと信じて頑張ろうってそう思えるように、ぜひあと残りの数週間ね、何日かわからないけど、そういう気持ちで勉強していってください。で、試験が始まってからなんですが、もちろん 100% の力を出し切れたらね、ベストだと思います。これを見てくれてるみんなが 100% 出し切れましたって終わった瞬間に言えたら、それほどハッピーなことはないんですけど、でも実際受験が終わった瞬間に、あー絶対 100% 出した、もう出し切ったって思える人の方が少ないです。俺は思ったことがないです、それを。やっぱり多かれ少なかれ反省だったり後悔だったり、まあケアレスミスを見つけてしまったりとかね、今残ってしまう。だからそれはいいの。 100% がいいんだけど、あまりに出し切んなきゃって、力出し切んなきゃってこだわってしまうと、その入試本番の時にちょっとしたうっかりミスとか度忘れが出た瞬間に、パニックになっちゃうんだよね。はぁって 100% じゃなきゃダメって思ってるから、一個でもつまずくともうダメじゃん、 100% 崩れてるから、あーもうダメだみたいな。そこはもうちょっと余裕を持っていく。いいの。自分がよく言うんですけど、例えば1問4点だとします。100点満点だったら25問ですよね。4点だったら。で、60点目指してるとします。ってことは15問なんですよ。4点だと。これは15問正解しなきゃって思うのか、10問間違っていいんだって思うか。これ同じことですよね。25問中15問正解するっていうのと10問間違えるっていうの。でも、俺は、10も間違っていいんだよっていうふうに思ってけってよく言います。なぜかっていうと、それが気持ちに余裕ができるから。もちろんそれはね、合う合わないがあるから、見てくれてるみんなにとってもね、合わなかったら全然今の発想忘れてもらって構わないですけど、だから試験本番の時に間違っても構わないって、100点じゃなきゃダメって子だったらまた別だけど、
そうじゃないんだったら、そういう気持ちで戦ってくる。いいね。気持ちの余裕っていうのは、その入試本番で力のすごい発揮度合いにかなり関わってくる。緊張もするし不安もある。それはいいの。絶対にあるから、そこは。いい、そこは置いといて、いいんだって思って受け入れて、それで、その上で、ね、間違っていい問題もある。余裕を持って、今開いてる問題用紙の中で、一問でも多くできる問題を見つけるんだって。一問でも多く正解してくるんだって。いう気持ちで戦ってきてください。そして、これが個人的には一番大事だと思ってることなんですけど、試験が終わるその瞬間まで、最後の1秒まで気持ちを切らさず戦ってきてください。これは、やってる時にさ、もうわかんなくってもう無理だわ、みたいな。なるんだよね。心折れやすいんだ、入試の時って実は。結構。でも、そこをぐっとこらえる。ダメだって思ったとしても、今、解けたその少ない問題かもしんないけど、解けた問題の中でケアレスミスがあるかもしんないじゃん。だったら、その解けたって思った問題を、ごめん。問題を、もう一回やってみたり、もう二回やってみたりして、絶対解けたって思った問題は正解してくるぞって。戦い方は人それぞれ違うからね。っていう風にやってくる。で、その最後の1秒まで戦う姿勢っていうのは、合格不合格、合否に関わらず、その先の人生で大きく関わってくる。と俺は信じてるので、ぜひ、入試ね。本番の時、まあ、人生初めての入試っていう受験っていうイベント戦ってくるみんなは最後の1秒まで戦ってきてもらえたらと思います。そして、受験が終わった時の解放感ですね、あれを味わってほしい。これは、努力をした量、そして悩んだ量ですねに比例して解放感っていうのは気持ちいいものになると思ってます。たくさん努力してきた人の方が気持ちいい解放感を味わえる。で、その解放感っていうのは人生で本当1回2回だと思うの。本当にあの受験の解放感では特別なので、だからそれを味わってもらって、で、その気持ちをぜひ大事にしてください。その感覚を、頑張った先にはこういう解放感があるんだって。それはきっとみんなが将来仕事をする時にも大切なものになると思うので、ぜひその気持ちをね、真空パックにして心のどっかに保存してもらえたらと思います。で、最後に、これは個人的なお願いになるんですけど、あの入試を終えた日にですね、ぜひ、家族だったり、まあ、先生とか友達はその日に会えるか分かんないですけど、先生とか友達とか、まあ、彼氏彼女恋人とかね、誰でも構わないんですが、少しでもお世話になったと思う方にはお礼を言ってください。あのご家族に、まあ親とかにさ、ありがとうっていうのはこっぱずかしいし、きっとマイナスのイメージというかさ、小言言われたりとか、モチベーション下げられたりとか、ひどい言葉言われたりとか、親にね、あったと思うんだよ。そうだから、いやいや俺ありがとうなんて言いたくねえよって思うかもしんないけど、でもさ、なんかああだこうだ言われながらもご飯作ってくれたりとか、洗濯もやってくれたりとかはしてくれてたりすると思うんだよね。多少なりともやっぱ世話になってたりとかすると思うんで、ぜひ今日終わったよって、そう、今いろいろ喋ってありがとうねって、いう感じでも全然構わないんで、一言言ってもらえたら嬉しいです。これは日が明けば明くほど、受験終えてからね、日が明けば明くほど言いにくくなっちゃうんで、感謝の言葉って。だからぜひご家族にはその日のうちに、で、先生とかもしね言いたかったら、会った、受験終わってから会ったね、最初に会った時に伝えてもらえたら嬉しいなと思います。これは個人的な思いなんでね、許容はしないんですけど、よかったらしてみてください。自分も気持ちいい気持ちになれるしね。はい、ということで、ちょっとね駆け足になりましたし、こんな声で申し訳なかったんですが、自分は本当にこういう風に言葉でね、応援してるよっていうことしかできないですし、まあ、あとは勉強動画撮ることしかできないんでね、みんなのそばで悩みを聞いたりとかそういうことはできないんですけど、ただ勝手な一方通行だとしても勝手に応援させてもらうんで、本当にね、あと数週間かな、短い期間、あともうあっという間に過ぎちゃうからさ、その数週間をこう自分に自信をつける有意義なものにしてもらって、で、解放感を味わってもらって、で、終わりましたってぜひ言いに来てください。ツイッターでもコメント欄でも構わないで、
お疲れって言わせて、俺にいいと思いますんで、俺もちょっとね、早くちょっと風邪直してからになっちゃいますけど、撮影頑張ったり仕事頑張りますんで、お互い頑張っていきましょう。